なるスーパーバンタム級の8回戦をお送りしてまいります。弾丸251本日のセミファイナルスーパーバンタム級8回戦を行います。赤コーナー121パウンド4分の3ケージ大和ジム所属、アマチュア時代は国体出場と全日本社会人準優勝を果たした元立教大学ボクシング部主将、アマチュア33勝12のストップ勝ち、2015年度弾丸 C 級トーナメントバンタム級優勝、プロ入り後はここまで9勝3 KO 7敗に分け、最新ランキングは日本スーパーバンタム級第9位頭脳派レイジングブルー水谷直人。さあ分け声なるか、水谷直人。青コーナー121パウンド4分の3フレア山上ボクシングスポーツジム所属、ここまで27勝19 KO 7敗に分け、最新ランキングは OBBF 東洋太平洋スーパーバンタム級第7位日本スーパーバンタム級第4位、ダッシュから防衛戦すべて KO で収めて返上した第41代元 OBBF 東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン、第41代元日本スーパーバンタム級チャンピオン、岡山から世界へ帰ってきた音速の左 The Southpaw of Speed of Sound 検討番長リーゼントボクサー若手新コーナー、大事な大事な再戦になります。若手新コサウスポー対戦です。スーパーバンタム級の8回戦、左分け、そして右が水谷、この両者の一戦です。第1ラウンドがスタートをしました。解説には内藤力選手、そして栗原啓太選手、お二方をお迎えしてお送りをしておりますけれども、まあ、お二方、まあ、いろんなこれ予想がある試合ですけれども、内藤さん、まずどんなところを見どころに置かれますか。そうですね、まずどういう距離で戦うのかっていうのがやっぱ見どころですよね、はい、やっぱ脇選手はこう距離を長く取りたいですけど、どうしてもやっぱサウスポー同士だと距離がオーソドックスとサウスポーより絶対近くなるんで、脇選手がどういうふうにその距離を取るのかっていうのが鍵になると思います。まさにこうサウスポーの、内藤選手らしい、見どころということで、ボディー行きました。さあそして、栗原選手は、この試合どんなところを注目してご覧になりますか。そうですね、まあ、今現時点でも水谷選手が結構前にガンガン出てきて、はい、脇選手がそれに迎え撃つような形になっているので、まあ、この形でどう、どちらの方がパンチを当てていくのか楽しみですね、はい。まあ、とにかく相手の脇選手は距離を取るのがうまいというふうに水谷選手も評していまして、まあ、カウンターも非常にうまいと、まあ、なので対策は接近をしてとにかく潰したいんだというふうな話もしていました。まあ、この辺はやはり栗原さん、狙い通り最初は入ったわけですよね。そうですね、お互い、はい、やりたいボクシングかなと思います、はい、で距離取ると内藤さん、今のジャブみたいなものが来るわけですよね。そうですね、はい、やっぱりどっちがこのジャブでしっかり自分の距離を主張できるかっていうところが、やっぱ今みたいに水谷さんも当たらないで中に入ろうとすると本当カウンターの餌食になると思うんで、はい、しっかりまずはジャブをついた方がいいと思いますね。でまあ、水谷選手はまあ同じ言い訳選手とサウスポーではありますけれども、まあ、距離も違うし、まあ、割とこうやって、まあ、距離近づけて潰して組むみたいなことも多い選手です。タトゥー、訳当てます。で距離潰します。ナイスボディですね。いいですね。ここまでは栗原さん、訳選手いいですね。そうですね、ナイスボディですね。はい、うまくこうストレートじゃなくてやっぱアッパーの距離でしっかりパンチ打ってますね、はい、アッパーの距離、そうですね、左ボディが、左やっぱボディストレートを脇選手よく使うんですけど、今回やっぱ今みたいに左アッパーボディでパンチ打ってますね、うん、はい。まあ、このあたりはまあ対サウスポー採択というところもあるのかもしれませんが、だと思いますね、はい。
まあ、ワケ選手は、まあ、あの YouTube のチャンネル持ってますけども、まあ、今回は相手がチャンスポーなんで、まあ、そういった時には逆に右のフックも当たったりするんだよななんていうような話もされていましたが、そうですね、サウスポー同士はやっぱ右手が当たりやすいですよ。はい、どっちかっていうとやっぱ左手より右手の方が当てやすいんで、お右、はい、お左手当てた。さあ、これはワケ当てます。今栗原さん、ワケ選手の左当たりますよね。そうですね、当たりましたね。はい、もうさらに左、ちょっと動き止まった。水谷、左、効いてるな、さらに左。第1ラウンド終了しました。左の拳を突き上げました、ワケ慎吾。栗原さん、いい左でした。そうですね、効いたように見えましたね、はい、うん、そして今、水谷選手の姿も捉えていますが、内藤さん、本当にあの和気選手状態良さそうですね。そうですね、すごいいい距離で最初から戦ってますね。はい、まあ、共に非常に人気のあるボクサーですので、今日はたくさんの応援団がこの後楽園ホールにも駆けつけていまして、両応援団が、まあ、拍手の大きさでこう競い合うなんていうね、そういったシーンも見ることができました。まあ、和気選手が、まあ、本当に去年の、11月 の、 あの井上拓磨との試合から、まあ、そこから復帰をしてきて、まあ、これが大体8ヶ月ぶりの再起戦ということになります。まあ、あの試合には試合を動かそうとして頭を動かし始めて4ラウンドに、大きなパンチをもらって、そこから、井上拓磨にペースを握られました。第2ラウンドがスタートをしています。ナイスチャンですね。はい、ここまでは思いのほかこうストレスなく、ワケ選手ができているような感じです。はい、アッパー、ちょうど入ってくるところにボディアッパー合わせていこうというのもワケ。そうです、さっきの左ストレート効かされた場面もそうなんですけど、やっぱり水谷選手はこう入るときに当たらないとやっぱ体を立てちゃう癖があるので、そこを左ストレートは気をつけた方がいいですね。はい、あ、はい、このやっぱ体くっつけて低い体勢のまま戦えているところはすごくいいですけど、やっぱちょっと空間が空くと一回立っちゃう癖があるんで、そこは気をつけた方がいいですね。はい、まあ、あの距離を潰して、くっついていくっていう戦略自体はいいわけですよね。はい、悪くないと思います。はい、まあ、ただこの後一回離れて、立った瞬間、あるいはそうですね、右ジャブを打った後とかですね。ですよね。このこことかですね。はい、こういう時に左ストレート気をつけた方がいいですね。右当てていきました、ワケ。まあ、ここまでは栗原さん、あのワケ選手がまあ距離もしっかりと設定できているという感じなんでしょうか。そうですね、うまいこと、ワケさんの方が、試合順調に進めているような印象ですね。はい、お右、水谷選手も1ラウンド目から結構右フックの方が何度か当たっていたので、これをうまく当てていきたいですよね、もうちょっと。はい、まあ、今も一発いいのが取りました。ただボディをしっかり当てていきます、ワケ。いいボディですね、ボディ。引かないぞという風な感じで首をかしげましたけれども、水谷、右のジャブを打っていきます。おー、一瞬動きが止まったように見えましたが、水谷は今日右が何か鍵になっていきそうな雰囲気もあります。体を預けていきます。結構水谷選手の試合を見てると対戦相手はやりにくさ感じないかななんていうふうにこう思ったりするんですが、ここまで栗原さん、あの水谷選手のこの入り方に対して和気選手の対応ってどうですか。そうですね、特に今のところは嫌がってるところは見えられないかなと思います。はい、冷静に対処してますね。うん、右のジャブでしっかりと止めておきます。まあ、どうも体を取り戻します。入りました、ちょうど入っていくところうまく当てました、和気。ジャブ、ここまで非常に冷静にワケが戦っている印象です。ボディ、第2ラウンド終了しました。この2ラウンドは内藤さんいかがでしょうか。ワケさんですね、ワケ選手の自体系でポイントを取っていると思います。はい、まあ、それは正確性というところもありますか。そうですね、やっぱ距離感が良かったですね。ワケ選手の方がしっかり当たるところでしっかりパンチ出してましたね。はい、栗原さんいかがでしょうか。そうですね、同じく和気選手10対9だと思います。はい、
ということでここまでは脇選手のペースで試合が進んでいます。水谷選手と脇選手の、なんかスパーリングをしたことがあって、あ、そうですね、自分見たことあるんですけど、はい、その時やっぱ水谷選手の方が有利に見えたんですけどね。おー、それはどういう感じだったんですか、その時のスパーリングというのは。うわ、もうガンガン水谷選手が距離を詰めて、脇選手の足が止まっちゃってたっていう展開でしたね。まあ、でもやっぱりスパーリングと試合って違うんで、この分しっかり距離詰められたところはよく脇選手相手のパンチ見て、で距離取った後はしっかりカウンター打ってってやってますよね。はい、まあ、ですからおそらくスパーリングでやった時はちょっと違うなというふうに水谷選手も考えてるかもしれませんが、まあ、こうやって追っていきます。よく、ただ右の何か可能性は感じるパンチではあります。ここも組んでいきました。ですね、脇選手はこう左のアッパーボディだったり、それを上に持っていくアッパーだったりとか、はい、まだ距離が長い時のストレートだったりとか、こう倒すパンチが今の現状こう想像できますけど、水谷選手まだそこまでこうこれで倒せそうだなっていう感じは想像できないんで、うん、もっともっと展開作った方がいいと思いますね。はい、うん、皆さんその辺いかがですか。そうですね、脇選手うまく水谷選手が下に入るところに左アッパー合わせたりと、はいはい、左アッパーとあと左のボディフックっていうんですかね、うん、はい、ボディに対しての同じように打ってますね。はい、まあ、そのあたりは水谷選手入ってくる瞬間ですけど、やっぱりよりこう効きそうな感じありますもんね。そうですね、やっぱあれやられると下に入り込むの嫌になってきますからね。はい、ただおそらくこれゲームプランとして水谷は考えてるでしょうから、これをもうやり続けるしかないというふうな感じになっていますが。そうです、おそらく水谷選手のこうゲームプランはやっぱぐちゃぐちゃなこう打ち合いに持ち込むっていう展開だと思うんですけど、まだやっぱそこまで手数出せてないんで、打ち合いっていうところまでいけないんですね。そうですね、はい、さあそれに持っていこうとする水谷ですが、おしっかりと距離を取っています。負け、そしてボディ、いや、このボディが本当に厄介です今日は。右のジャブでしっかりと距離を取ります脇。今みたいに脇選手ボディからの右フックがすごい良かったですね。つなぎもしっかりと内藤さんできてますよね。ここも組みに行きたい水谷ですが、ちょっともらい始めています水谷。一方、栗原さんは脇選手が久我選手であった時の試合、日本スーパーバンタム級のタイトルを取った時の試合ですけども、あれをご覧になって、やはり脇選手の強さを感じた部分もあったみたいですね。あ、そうですね、はい、こう前に来る選手をさばくのがすごい上手いなっていう印象ですよね。まあ、今日の水谷選手に対するその対応なんかはやっぱりその辺は出てますかね。そうですね、多分左のパンチをうまく使って、はい、まあ、アッパーだけでなく左フックで相手の頭流してクリンチ持っていくとか、はい、今みたいな左フックですね、はい、ああいうのをうまく使って、はい、相手としたらすごく入るの嫌になってくると思います。はい、で、ボディも結構おそらく今3ラウンドですけど内藤さん蓄積してきそうですね。そうですね、あれ効いてくると思いますね。はい、最後ワンツー当てて第3ラウンド終了しました。このラウンドも内藤さん、脇選手でしょうか。脇選手ですね、はい、平野さんも同じでしょうか。そうですね、一緒ですね。そうするとここまで第3ラウンドまでは、お二人とも、3ラウンドすべて脇選手が取っているという採点になっています。水谷選手ですけれども、これがプロ19戦目になります。9勝 3KO7敗2分け。2015年の3月にデビューをしました。まあ、実は、就職をしたのが最初が、横浜銀行で、そして今日本郵便ということで、まあ、そういったところで働きながら、ボクシングをしているというファイターでもあります。で、一方の脇選手ですけれども、もともとアマチュアでも24戦していて、岡山商科大学附属高校ではインターハイの出場経験もあります。まあ、小国選手との OPBF のスーパーバンタム級のタイトル、あれを取ってから、5回防衛をしている元チャンピオン。さあ、第4ラウンドスタート。水谷選手はやっぱちょっとリズム変えたいですね。まあ、あえて変えるとするとどういったところを考えたいですか。やっぱ今2発目、まあ、出ても3発目ぐらいまでしかパンチ出せてないんで、はい、やっぱ4、5ってどんどん手数をもっと増やした方がいいですね、くっついた時に。ただむしろこれ手数は脇の方が出してますね。そうですね、どう
うしてもやっぱり2発目の左だったりとかでバランスも崩しながら打っちゃってるんで、はい、あそこしっかりバランス残して、どんどん手を出すっていう展開に持ってった方がいいですね。ここでも今も2発までなんで、まあ、相手がまあコーナーにちょっと詰まりかけましたから、ああいったところでしっかり置いていきたい水谷ですが、はい、いやでもこの辺りはさすがの栗原さんさばきなんですよね、きっとね。そうですね、はい、うまいですよね、いや、分け選手がしっかりと足も使いながら、そしてジャンプも使いながら距離を取ります。うまいですね、うん、あとちょっとローブローまともに入ってしまいました。4ラウンド残り1分45秒です。アパー、これやっぱ 3-4 ってどんどん出したいんですけどね。はい、右、さあこれはチャンスか。あ、しかしこの右のジャブで止められる。ワンツーも打ちます、負け。右一発は当たるんですけども、その先行けるかどうか。水谷洋服さらに追っていくか。さらにここも当てます。左フック、バックの左フック。ここはワケがクリンチに行きます。4ラウンド残り1分。構図自体は栗原さんあまり変わらないですかね。そうですね、一つ大きな息をつきました水谷。これ栗原さん、ここも引きました。ちょっと止まった、動きが止まった。さあチャンス、顔面にまとめる、そしてヘルク、まあ、1ラウンドからのボディは散々にもらっていますので蓄積はしているはず。バカボディ、ナイスボディです、ね、ますね、さあこれ残り15秒ですけれども、耐えられるかのか水谷。ジャブからボディー、ちょっと手数がなくなってきました水谷。ここも強烈、ナイスボディーです、ボディーも良かったですね。要所要所で結構、まあ、水谷選手のようなタイプですから難しい試合になるかなというふうに思っていたんですけれども、ここまでは栗原さん、分け選手が安定してますね。そうですね、はい、まあ、どんどんと分けさんがやりたいようにっていうように、水谷選手ちょっと当てるのが難しくなってきてますよね。水谷選手が当てるの難しいっていうその理由を改めて教えてください。そうですね、はい、ちょこちょこと右フックがいいタイミングで当たってたりもあったんですけど、それもちょっと当てづらくなってきてるというか、当たらなくなってきてるので、はい、はい、だいぶ見切られてきてるのかなというような印象ですね。あれちょっとボディで前に行くのもなかなか難しくなっちゃってるっていうのありますか。そうですね、ワケさんがこうそこをしっかりとボディ決めてアッパー決めてってやってるので、はい、入りづらくなってますよね、はい、さあここまで4ラウンドは、まあ、放送席の採点では、まあ、ワケ選手がずっと取っているという形、このジャブからも入っていきます。水谷がらしさを出していけるかどうか、まあ、距離を潰したいというのはゲームプランだったんですが、ちょっと頭が当たりましたかね、はい、まあ、どうしてもこう体をまずつけていきたいというのが水谷です。でそれをサークリングでかわしながらという展開はもう序盤から同じ、しっかりとジャブで、かわしていきます。いやこのラウンドですね、はい、ワケさんもしかしたらダウン取れるかもしれないですけど、確かにこの展開であれば倒してアピールしたいですよね、はい、そうですね、トーヘルク体力にも差が出てきてるんで、はい、かなり余裕を持ってバケが戦っています。ボディ上から下、さらにボディ、多分今水谷さんはこう最後の頑張りっていうぐらいの気持ちの使い方してると思うんで、ここでやっぱりいいパンチもらっちゃうとちょっと危ないですね、はい、ボディ一回止めていきます。後頭部要注意というふうに今注意がありました。上から下、
ラケさん上手いですね。こうしっかり相手が手数出してくるとか、こうクリンチだったりガードだったりしっかりブロックして、はい、でこの距離ができた時はしっかりパンチ打って、まあ、これって内藤さん、あのある程度相手の動きはしっかりあの見えてない、見切れてますね。ですよね、はい、見切れてないとできないですよこれは、はい、ボディ余裕がありますね。ですね、アッパー効いた、動きが止まりました。そしてアッパー、ちょっとしんどい。ここは水谷頑張り時。ガハー、ナイスボディだ。いや今日ボディはもう本当に面白いように当たります。負け信号、また今度は右のボディ。このラウンド特に若手選手、はい、余裕見せてますね。ですね、冷静ですね。ちょっと水谷選手の動き自体も落ちてる感じなんでしょうか、栗原さん、この辺は。でも今すごい頑張って、前に出てますね、はい。まあ、ちょっと後頭部は気をつけなさいというふうに言われていますけれども、まあ、かなりこう掌握してる感じがあります。このボディはもう出せば当たるというふうな感じ。あ、ちょっと目も腫れてますね。ですね、はい、またボディ、体をこうやって預けていきながら打っていこうというのは水谷のゲームプランなんですが、それをしっかりと返しています。右の目の上のあたりがだいぶ腫れてきました。左フック、ボディ、いやでもこれよく立ってます。よく立ってますね、よく耐えてる。左フック、大きな拍手が起きています。水谷も頑張りは見せていますけれども、右の目が少し腫れ始めています。いやしんどいですね、左アッパー、左フックに左ボディ、うまく左を散らされて、なかなか、うまくやらさせてもらえないですよね。そうですよね、サウスポー同士に左当てるのって難しいですけどね。あ、そうですよね、本当うまく当てますね。はい、まあ、当初はねそれがあるので右が当たるかななんていう風な話も、まあ、本人もしてましたし、内藤さんにもお話あったんですが、はい、まあ、これだけ当たってる理由っていうのは今日あの内藤さんどこにあるという風にお考えですか。まあでもやっぱこうしっかりディフェンスの時間、攻撃の時間をやっぱ分けてるところじゃないですかね、はい、水谷さんはやっぱりどうしてもこう当てたいって体が流れちゃってるんで、そこをやっぱ若さんはしっかりバランスキープして、はい、的確な場所に打ってますよね。これあの体が流れてるっていうお話今内藤さんからあったんですけれども、はい、それはあの相手に預けるから流れるのか、疲れでちょっともうあの踏まれなくなってるのか。いや当たらないからだと思います、ね、当たらないからですか。想像以上にこう、はい、わけさんの距離が長いんだと思います、なるほど、当たるって思ったところもこう後ろにかわされちゃってるっていうか。ああなるほど、まあ、確かにこうやって見ると空振り率高いですもんね。今のみたいのもそうですけど、やっぱ制御されちゃってるんで、はい、こうなんです。さあこれはちょっと今水谷にとっていい流れになります。でも結構やっぱりちょっと疲れはあるかもしれません。手数出したいが、水谷前に行きます。左、そうですね、やっぱ脇選手もそんな 楽ではないと思うんですけどね、ずっと前でできてるし、はい、ここまでこうパンチ打っても頑張られちゃってるんで、やっぱ楽ではないと思うんですけど、はい、それもやっぱ水谷選手も頑張ってるぞ、すごいですね、これ相当フィジカル的に鍛えてないとこの戦い方できないですもんね、はい、いやここまでの、まあ、もちろん膝はしてますけど、水谷選手の戦いぶりっていうのは栗原さんにはどう映ってますか。いやすごいやっぱ気持ち強いですよね。ナイスボディ、脇選手もやっぱりかなりこれは消耗するとは思います、はい、これ自分のパンチが当たってでもこれだけ前に来られるっていうのはなかなかしんどいもんですよね。そうですね、はい、そしてアッパー、まあ、序盤からこういった展開がずっと続いていたんですが、6ラウンドは少しこういった流れは、少し分けの方も収まってきました。アッパーボディへ、左フック、右水谷追っていきます。もうそれだけは絶対にやるんだという気持ちの強さを感じます。まあ、この試合に向けては8ラウンドしっかりとゲームコントロールをするための、体力もやってきたというふうな話も聞いています。あー距離が合いません。
ボディー、ナイスボディー、ちょうど入ってくるところ。今日はボディーの的中率がナイトさんもものすごいですよね。そうですね、はい。おお、当たった。さあここはチャンス、ボディー、水谷いけるか。あ、しかしここも手数で戻す。いや、栗原さん、この辺ですよね。そうですね、水谷選手もでもここで止めずに、はい、逆に打ちに行きたいですね、うん、はい、あ、しかしちょっと顔面もらってます。動きが止まった水谷、ちょっと効いてますね、いや、やはり、まあ、手には行きたいんですが、どうしても空振りも増える、体も流れる水谷。6ラウンド終了しました。ここまでは負け信号が本当に素晴らしいさばきを見せています。この試合は8回戦で行われています。今日のセミファイナル、スーパーバンタム級の8回戦です。というふうに今アナウンスが流れました。今右目の上のあたりが腫れている水谷選手ですけれども、これは有効打による腫れというふうにアナウンスがされました。ですのでこれで止められるということになればテクニカルナックアウトということになってしまいます。いやでもこれ相当にしんどいと思うのですが、前に出るその戦い方は変わりません。水谷、そして負け。第7ラウンドがスタートしました。アパー、セーフ。今のはビッグヒット。ちょうどダメージありますね、水谷選手。はい、先ほどのラウンドもちょっとこう一回動き止まるようなシーンもありましたし、今やっぱ頑張ってこう立ってるっていう状況なんで、はい、ちょっと危ない状況ですね、これちょっとレフリーも判断しっかりしたいですね、はい、まあ、慎重におそらくは判断はすると思いますけれども、ちょっとパンチもらいすぎですね。はい、あ、このボディも効いている。いやでもボディ普通だったらちょっともう窒息でしんどいと思うんですが、はい、いや本当根性ですね。はい、やるっけー、これにかけます。水谷、やっぱ今のなんかうまくこう若手選手は右に体流、左に体流して、スリープエイツですかね、やっぱり、はい、ダメージ流してますよね。右も開けます、負け、まあ、この辺りは本当に技術で、今日はあまりもう被弾ないですもんね。あー、右当たった、今のは当たった。さあ、逆に水谷、ここは接近戦の展開にできるかどうか。ボディ、今栗原さん、いいパンチですよね。いいパンチ当たりましたね。これどうでしょうね、まあ、もちろん残り2ラウンド、最低は非常に厳しい。水谷、どう考えましょう、栗原さん。そうですね、水谷さんとしてはもっと、まあ、今のような右フックを少し当てていくのか、うん、はい、脇選手左が出しづらい環境をもうちょっと作りたいですよね、まあ、そのためには、まあ、ですけど、はい、脇選手前の手もかなり邪魔なので、なかなか難しいですけどね、はい、確かに左だけを警戒してればいいってだけのもんではないですもんね、抑えをまず突破していかないといけないですからね、はい、結構難しいですけど、右出します水谷、左フック、いやー今も当たってます、アッパー気味に、あー消えてますね、ちょっと動き止まりました、水谷、あー、ボディー効いた、うわ、いやー口も大きく開いています、水谷、かなりダメージはある、ちょっときついですね、かなりパンチをもらっています、右ダブル、ダメージありますね、はい、あー、ちょっとこれはすごいな、そうですね、アパーボディ当てます、水谷さんもここ手出さないと止められちゃうんで、残りあと20秒、ナイスパス、第7ラウンド、あ、もう右、あー、もうちょっとですね、体力的にひどい、右のパンチは完全に大きな空振りになりました、左フック、あ、止めた、止めました、再起戦7ラウンド、テクニカルナックアウト勝利、最後は一方的に打ってレフリーストップを呼び込みました。
巡回通して栗原さんいかがでしたか。いや本当水谷選手よく頑張りましたよね。はい、はい、ものすごい気持ちの強さでした。はい、そうですね、本当序盤から何度倒れてもいいようなボディもらってたんですけど、いや本当ですね。7ラウンド2分56秒7ラウンド2分56秒 TKO 勝ちにより勝者青コーナー、The Southpaw of Speed of Sound、 剣道番長、レジェンドボクター、ラケー・シンゴー。 Southpaw の対戦、見事に差が引き切りました、負け信号。7ラウンド2分56秒、テクニカルナックアウト。